はい、それじゃあね、今回は第5問の問4番やっていきましょう。はい、第5問問4番、問題文読んでいくと、文章、上の文章中の絵に入る語として最も適切なものを1から5のうちから1つ選べってやつですね。はい、じゃあ読んでいきましょうか。上の文章25ページですね。上の文章を読んでいくと、 B、 地球上には多種多様な生物が存在し進化を遂げてきた。その進化を系統的に分類するために解の分類が行われた。1735年、リンネは二解説を提唱し、その150年ほど後にヘッケルが何とかを唱えた。さらに、その後さらに時を経て、ホイッタカーが五解説を提唱しましたよ。ってことですね。はい。ってことは、2から5に今出たのになってるんですよね。2から5。ね。2から5。2、リンネ。で、5、まあ、ホイッタカー、まあ、過去マーグリスも覚えておきましょうね。ってことは、間にあるのは3と4ですよね。はい。テスト本番、覚えてなかったらこの2個、どっちか選んでくださいよ。ね。もういきなりその6解説、7解説、8解説とか選んでたらもうダメですよ。ね、それは練習の段階 でもうね、もうダメだって言えますね。はい。テストの時に仮に分からなかったら3解説か4解説をこの状態では選べるはずです。ね。2からどん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 細分化していって5にしたはずですからね。はい。ってことは3、4。どっちかなーって、これちゃんと覚えておいてほしいですけどね。ヘッケルの方はね。ヘッケルの方は3解説です。ね。OK。ヘッケルって何した人でしたっけ、この人。発生反復説ですね。発生反復説。ね、個体発生は系統発生を繰り返すってやつですね。発生反復説。で、まあ、3解説がヘッケルなんだ。4解説ちょっと気になりますね。4解説気になると思うんですけど、4解説の人別に覚えなくていいです。コープランド。まあ別にいいです。覚えなくていい。ね、分類の父、リンネ。発生反復説、ヘッケル。で、5解説のホイッタカ。で、マーグリスは、あと強制説ですね。覚えておいてくれれば OK って感じですね。この範囲は。はい。コープランド。はい。いらないですね。いらない。もう、4解説、コープランド。いらない。もう、いらないです。はい。ね。2、3、5、しっかり覚えておいてください。で、今はね、もうガーってね、ものすごく細かく分けられて、6解説とかね、7解説とか、8解説とかね、いろんな説が出てるんですね。実は。まあでもね、高校は5解説までしかやらないんですね。はい、なので、まあ、こんだけ覚えてくれれば OK って感じですね。はい、あとはね、覚えててほしいのはドメインの話ですよね。3ドメイン説ね。ね。古細菌、新生細菌、で、あとは真核生物っていうね。まあ、それだけ覚えててくれればいいかなっていう感じですね。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回は問5番の解答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。